おはようございます。おはようございます。大岡さん、おはようございます。今日はですね、少し雨ですね。まゆちゃん、おはようございます。今日は少し雨が降っております。いつもの景色ですが、曇っています。まあ、これから止んでいくと思います。涼しくていいです。ガッデムさん、今日はこのフリースを着てオートバイに乗りましたけど、ちょっと寒かったですね。ちょっと寒くて。おいさん、おはようございます。今では暑いことが多かったですけど、今日はちょっと寒かったです。ヒロさん、おはようございます。ウルトラマンさん、おはようございます。恵みの雨、そうですね、あの風が吹けば精霊の風と考えます。雨が降れば精霊の雨と考えます。私たちは精霊の風、精霊の雨が必要です。私たちには霊的な力、神の力が必要です。私たちはイエス様を信じて神の力を体験し始めました。私たちに必要なのは神様が必要なんです。神の力が必要なんです。神の恵みが必要なんです。聖霊様が必要なんです。ですから私たちは絶えず祈ります。絶えず聖霊様に向かって求めます。神に植え替えきます。神様の素晴らしい霊的な祝福、愛、喜び、平安、愛、喜び、平安を求めます。私たちは今まで苦悩の中にいました。もう皆さんの中には今苦悩の中にいる方もたくさんいると思います。途方に暮れて、どうしたらいいか分からず、ニッチもサッチもいかなく、シックハックしている方もたくさんいると思います。人生というのは、苦悩と言ってもいいかもしれません。仏教的には煩悩ですよね。仏教的には煩悩という言葉がありますが、まあクリスチャンは煩悩という言葉を使わない方がいいかもしれませんが、人間には、苦しみがあります。生活の苦しみ、人間関係の苦しみ、自分の弱さの苦しみ、社会の苦しみ、いろんな苦しみがあります。世界を見渡せば、特にシリアの人たちはものすごい苦しいでしょう。北朝鮮の方々も飢えで苦しんでいます。アフリカも飢餓で苦しんでいる子どもたちもたくさんいます。世界を見るとなんと苦悩の世界です。ハナさん、おはようございます。アイポンズさん、おはようございます。節子さん、おはようございます。私たちも苦悩でした。人それぞれ違うかもしれません。私は苦しみになったことがないという人もいるかもしれません。でもその人がまたいつどんな苦しみになるか分かりません。誰でもですね、その小さい時から苦悩の人もいるでしょう。大きくなってから苦しむ人もいるでしょう。老人になってから苦しむ人もいるでしょう。いろんな苦しみがあります。私もですね、まあ、いろんな、私68歳ですからね、私もいろんな苦しみを取ってきました。まあそうですね、具体的になかなか言いにくいですが、小さい時は父が酒乱で、父が DV でしたから、まあそういう小さい時から苦悩があったといえばあったでしょう。いじめを遭いましたから、いじめの苦悩も味わいました。まあ私に比べてもっともう驚くような苦しみにあった人もいるでしょう。ゆうびさん、おはようございます。もう本当に、虐待されながら育った子どもたちもいるでしょう。
そしてまた、そうですね、いろんな 北朝鮮のように独裁者の中で、独裁者の下で苦しんでいる人たちもいるでしょう。シリアもですね、SI、ISIS ですね、SI によって、苦しみを受けた人たちがいるでしょう。これちょっとここにお書きいただいて、すいません、ちょっと YouTube はですね、やっぱり難しくて、今日はYouTube なしでやります。はい、ルルさん、リュウビさん、そういうわけで、人生は苦悩と言ってもいいです。キリスト教的には、闇の中、罪の奴隷、悪魔の支配、欲の、欲の束縛、無慈悲、その人の罪による苦しみ、皆さん本当に人生は、いろんな苦悩があります。そして多くの人は引きこもり、多くの人は精神病になり、多くの人は自殺をし、多くの人は自暴自棄になり、多くの人はアル中になり、多くの人は、意固地になり、昨日の事件の犯人のことを私まだちょっと調べてないんです。昨日の犯人も結局はその苦悩の中で自暴自棄になったのではないかと思われます。これからそういう人がどんどん増えてくるのではないでしょうか。そのためにはどうしたらいいんでしょうか。そのような人たちの救いはあるんでしょうか。それがこの放送の目的です。この放送の目的は苦悩からの脱却、脱却っていうのは脱出、解放。ますみさん、おはようございます。多くの人たちが例外なくその苦悩の中に生きています。多くの人はいろんな苦しみを持っています。でもどうしたらいいか分からず、その人なりの解決を持っているかもしれません。麻薬もそうかもしれません。麻薬もですね、麻薬の場合はちょっとこう中毒ですから、最初から麻薬を欲しくてやった人はいないかもしれません。お酒なんか、そういう憂さ晴らしという意味ではお酒に頼っている人もいるでしょう。ギャンブルに頼っている人もいるでしょう。あらゆる人間的な解決でこの苦悩から、脱却したいと思っているかもしれません。マスミさん、賛美歌に浮きにも幸も沈むってありますよね。潜むかな。浮きにも幸は潜む。つまり辛い時にも幸せがあるということでしょうか。そういう賛美歌がありますね。小里ちゃん、おはようございます。そういうわけで、苦悩からの脱却、ケイちゃん、おはようございます。苦悩からの脱却、皆さんの中にはイエス様を信じて、またはこの放送を通してイエス様を信じて苦悩が減った方もたくさんいるんじゃないかと思います。しかし、クリスチャンといえども戦いです。霊的戦いがあります。私たちは、その霊的な戦いをしています。戦い自身は激しい戦いです。しかし、私たちは、勝利することができます。信仰によって勝利することができます。自分の力では悪魔に勝てません。苦悩というのは結局は悪魔の支配と言えるでしょう。仏教はそのことを理解していません。
仏教はただ本能で108の煩悩があると言ってますけど、そこにはまさに霊的なことが分かっていません。その苦悩というのはサタンから来ている、サタンの束縛であり、サタンの欺きであり、サタンから来るものだということを多くの人は知りません。それを皆さんは理解しました。納得はしてないかもしれませんが、一応聞きました。苦悩はサタンから来ています。苦悩はサタンから来ています。しかしそのサタンから来る苦悩を選び取ったのが人間です。アダムとエヴァは、その神様を選ばないで蛇を選んだために、その苦悩が人類に、及んだのです。そしてアダムとエヴァの子孫である私たちがその苦悩を持って生まれてくる、これが人間です。これが人間です。キリスト教も108の煩悩ですか？いえいえ、キリスト教は罪という問題です。その罪という問題こそ苦しみ、苦悩の原因なんですね。その罪とは何ですか？それは神様から遠く離れ、神に聞き従わないで、神を無視して、神を侮り、悪魔に聞き従って、無意識的にも悪魔に聞き従っている、それが罪ですが、その罪の結果が苦悩なんです。罪の結果が苦悩なんです。その原因を知る必要があります。多くの人は自分の苦しみの原因を知らないんですね。自分の罪の苦しみを知りません。原因を知りません。そして、答えも知りません。門下さん、イエス様がいらっしゃれば苦悩も脱却できると信じてます。苦悩の中にいても必ず希望を持てます。どうすれば苦悩から脱却できるんでしょうか？それは罪の問題を解決することです。罪の問題を解決しない限りは、罪が原因で私たちは苦しんでいます。ですからその罪を解決する方法があります。それはたった一つの方法です。それは、十字架です。十字架だけが、罪を初めて、解決したのです。十字架が初めて、ここなんか新しいところですね。花がありました。ちょっと花をお見せしましょう。これはツツジでしょうか、サツキでしょうか、わかりません。アジサイが咲いてきましたよ。これはアジサイでしょうね。ちょっと変わったアジサイ。ちょっと変わったアジサイですね。新海さんおはようございます。ハイボールさんおはようございます。苦悩の解決はたった一つ、十字架だけです。十字架によってどんな罪を
許されます。聖霊様を冒涜する罪は許されませんが、それ以外の罪は許されます。ですからそれが苦悩からの脱却です。苦悩からの脱却、皆さんおはようございます。苦悩からの脱却、そしてそれを体験し、解放された証を持っているのがクリスチャンです。クリスチャンは、苦悩から脱却できたんです。イエス・キリストを信じて、十字架によって苦悩から脱却できたんです。その喜びがクリスチャンの喜びです。その喜びが礼拝の喜びです。その喜びが、大きいのです。苦悩が大きければ大きいほど、苦悩が大きければ大きいほど喜びが大きいのです。あの晩春婦の女性がイエス様によって、救われた時に、イエス様の足を涙で拭いて、涙で洗って、髪の毛でイエス様の足を拭いました。それはあまりにも解放、あまりにも、解放されて喜んで、あまりにも苦しかったので、あまりにも嬉しくて、あまりにも嬉しくてイエス様に、足を涙で洗いました。皆さん、皆さんの中にも、苦しい方もたくさんいると思います。たくさん、ものすごく苦しんでいる方もいると思います。イエス様はそれをご存知です。イエス様はその苦しんでいる方一人一人を助けたいんです。そのための十字架です。そのための十字架です。十字架によって、イエス様は一人一人を救いたいと願っておられるんです。そして、皆さん自身がまず、苦悩から脱出されることがまず一番必要です。信じるならば、苦悩から脱出できるんです。信じないならば苦悩が増し加わってきます。イエス・キリストを信じないならばサタンの闇が濃くなるでしょう。救いが他にはありません。イエス様以外に救いがないのです。マスミさん、アリジュの枝のごとく頭が割れるような罪が来るようですよ。アリジュの枝っていうのがあるんですか。あ、初めて聞きました。アリジュの枝。苦悩を乗り越えると成長しますか。そうです。多くの人は苦悩によって、何か制限されています。苦悩によってですね、いろんなことができなくなっています。多くの人は、苦悩によってですね、自分のいいところが発揮できません。ですから、苦悩から脱却した後、私たちは解放されて、いろんな本来の私たちの在り方に戻って、いろんなやる気も出てきます。いろんな、その力が与えられます。いろんなことに興味を持てるようになります。いろんなことができるようになります。多くの人は、縛られています。制限されています。抑圧されています。多くの人たちはサタンによって、せっかくの
人生を台無しにされてるんです。多くの人は本来の良さが発揮できないのです。真澄さん、苦悩は自分自身の囚われからですよね。苦悩は罪によって、苦悩が苦悩の中にいるのです。ぜひ皆さん、苦悩から脱出できることを、証によって知ってください。それでは証タイムです。イエス様を信じて、イエス様を信じて苦悩から脱出できた、苦悩から解放された、今まで本当に苦しかったけど平安を持つことができるようになった、罪が許されて本当に、許された喜び、救われた喜び、解放された喜びを感じた証、スタート。ひださん、イエス様に感謝です。イエス様に感謝です。苦しくたって悲しくたってイエス様がいれば平気なの。小杖さん、イエス様の教えに忠実に行きましょう。モーカさん、私はイエス様を信じてから信じられないほど救われました。体調も良くなってきて、何より死が怖くなくなり、精神的にネガティブからポジティブになりました。イエス様がいれば大丈夫、救われます。モーカさんは本当に、苦悩から脱却できました、苦悩から救われました。ココチャさん、イエス様がいるならなぜ残虐な方法で命が奪われる人がいるんですか。神様は、罪を教えたいのです、罪の結果がどんなに 悪くなるかを人間に獣医師を与えています。その獣医師の結果、罪の結果、いろんなサタンの様々な問題があるということを教えたいのです。人間に苦悩があるというのはそういうことです。人間に苦悩があるというのは、人間は神に立ち返らなければならないということを教えるためなんです。ユウさん、キュウちゃん牧師の言われる通り、何度も数えきれないほど許してきましたが、やっと解放されることができました。キュウちゃん牧師との出会いに感謝します。ユウさん、よかったですね。ユウさんは本当に解放されました。1回2回許しても解放されなかったかもしれません。しかしユウさんは諦めないで許してきて解放されました。本当にユウさんは十字架によって解放されました。よかったですね。イエス様のお導きに感謝します。ココチャさん、1日に1000人の赤ちゃんが、中絶によって殺されてるんです、日本だけで。私たちは中絶反対です、小さいから殺していいということではなく、本当に命は尊いと私たちは信じます。ですからこの世の中は中絶を認めてますが、私たちは小さな赤ちゃんも殺してはいけない、
命は尊いんだということです。神様は、その、命の尊さを、ね、教えようとしているんです。命の尊さを教えようとしていますが、この世は、中絶を認めているんです。神様は人間の罪を教えようとしています。多くの人は苦しいけどその原因を知ろうとしません。悩みがあっても自分で解決しようとしています。苦しみがあっても、苦しみがあっても自分の罪に気づきません。多くの人は苦しみから救われたいと思っていてもイエス様のところに来ようとしません。今証しされた方々はイエス様のところに来て本当に解放されたんです。本当に救われたんです。もちろん戦いがあります。クリスチャンになったらもう全く苦しみがなくなるわけではありません。しかし根本的な現在という苦悩から救われ、そして聖霊様をいただいて、たとえ苦しくてもすぐに祈ることができます。苦しくてもすぐにイエス様に励まされます。ですから私たちは希望があります。希望があります。全く苦しみのない世界、全く苦悩のない世界があるのです。私たちはその世界に向かって希望を持って歩みます。地獄は苦悩の世界です。ものすごい苦悩の世界が地獄ですが、天国は全く苦悩のない世界、全く苦しみのない世界、そこに私たちは行くことができます。どうして行くことができるんですか。イエス様に罪を許されたからです。罪を持っていれば永遠に苦しむしかないのです。しかし罪が許されたらば全く苦しみのない世界、パラダイスに行くことができます。ユウさん、イエス様はすぐには願いを聞いてくれませんでしたが、これも私への課題だったのだと思ってます。諦めずに祈り続けることだと思います。アメン、アメン。そうです。神様は、意地悪ですぐに祈りは叶えられないのではありません。理由があるんです。智子さん、やっと苦悩から解放されました。信仰しようと思いまして、イエス様のおかげでしょうか。そうですね、そうです。智子さん、イエス様のおかげです。イエス様のおかげです。イエス様のおかげで苦悩から脱却できたんです。桃子さん、解放されました。肉的ではなく霊的に生きるようになれたことに感謝します。もっと解放されたいです。その通りです。私たちはもっともっと解放される必要があります。私ももっともっと解放されたい、もっともっと解放されたい、天国のように解放されたい。ジャンクさん、主よ、どうか私の罪深い心に聖霊様を染ませてください。アメン。まさにその通りです。ジャンクさんの言う通りです。罪深い私たちの心に聖霊様を染ませてください。アメン。ルルルさん、私も小さいことでくよくよしなくなりました。小さなことで、多くの人は小さなことで悩んでいます。その人にとっては小さなことじゃないのかもしれません。でも現実は小さなことなんです。それがサタンの手口です。サタンの手口は小さなことでこだわり、小さなことで苦しめ、小さなことで裁かさせる。それがサタンの手口です。
サタンは私たちに愚かにさせようとしています。私たちを愚かに苦しめようとしています。イエスさん、今の私の願いは多くの日本人がイエス様を知り信じることです。素晴らしいです。イエスさん、それが素晴らしい願いです。私の願いでもあります。イエス様の願いです。それが本当に必要な願いです。必要な祈りです。ぜひ皆さん、目の前に苦しんでいる人がたくさんいるのにお放置するのでしょうか。目の前に、本当に、助けを必要としている人たちに対して私たちは、無視するのでしょうか。私たちは、自分がまず救われる必要がありますが、私たちが、救われてからは今度は他の人を救うべきではないでしょうか。日本人が悔い改めたらひどい事件が減るのでしょうか。減ります。リバイバルが起きると犯罪率が下がるそうです。リバイバルが起きると犯罪が減ります。ですから、凶悪な事件を減らすためにも皆さん伝道が必要なんです。伝道しなければ犯罪は増えます。皆さん本当です。そうでしょ。皆さん一人一人が悔い改めたら社会がものすごく良くなるんです。社会が良くなるためには一人一人が大事なんです。一人一人が大事なんです。表面的に平和な国であっても霊的に悪魔が働けば、悪霊が働けば悪いことが起きるのです。悪霊を追い出す必要があります。悪霊を持った人がたくさんいれば、残酷な事件が増えるでしょう。一人一人の中に悪霊がいてはいけないのです。人間の中に悪霊がいてはいけないのです。一人一人の人間から悪霊を追い出す必要があります。悪霊を追い出す必要があります。マモさん、通り魔事件で怖くて外に出られなかった私をこの放送で外に出てみようと思いました。アメン、アメン。皆さんの祈りに力があります。皆さんの祈りに力があります。日本を良くするためにはイエス様に対する祈りが必要です。皆さんの祈りが必要です。皆さんの祈りが必要です。一緒に皆さん、悪霊を追い出し人々の苦悩から救おうではないでしょうか。救うのは私たちではなくイエス様です。救うのは十字架の力ですが、その十字架の力が発揮されるためには祈りが必要なんです。私たちの祈りによって、十字架の力が発揮されます。ウルトラマンさん、道徳の時間にイエス様の教えが必要です。その通りです。教育の問題点、それはイエス様の教えが全くないことです。ただ知識や詰め込みだけでは教育ではありません。それはかえって逆に、神様の教えから離れてしまいます。本当に必要なのはイエス様の教えです。子供たちにイエス様の教えを教えなければ、子供たちは悪魔の虜になってしまいます。それでは招きをしましょう。今日の放送を聞いて、苦悩から脱却したい、この悪魔の束縛から脱却したい、闇から救われたい、束縛から解放されたい、十字架だけがその答えならば、イエス様を信じて、十字架によって罪が許されて、苦悩から脱却したい、そのように思う方、アメンと言ってください。アメン、アメン、アメン。苦しんでいる人々を十字架の力で救いたいです。アメン、アメン、アメン。リュウビさん、十字架を、欲しがることは
リュウビさん、それが救いなんですよ。十字架を欲しいと思うならば、それが救いだと思ってください。アメン、アメン。天のお父様、多くの人が苦しんでいます。日本人だけではありません。世界中の人が悪魔に苦しめられて、世界中の人が、罪によって苦しみ、人の悪によって苦しんでいます。独裁者によって苦しめられています。あらゆる悪意によって苦しんでいます。傷つけ合っています。争っています。そこにイエス様の救いが必要です。愛が必要です。どうぞ、十字架は人々を救うためのものです。唯一の救いです。十字架が人類の唯一の救いです。どうぞイエス様、アメンと言った方々が救われますように、イエス様を信じて救われますように、解放されますように、苦しみがなくなりますように、苦しみがなくなって解放があり、癒しがあり、喜びがありますように。解放された喜び、許された喜び、どうぞ喜びがありますように、平安がありますように。イエス様、どうぞ救ってください、救ってください。聖霊を注いでください、聖霊を注いでください、聖霊を注いでください。一人でも多くの人が心から悔い改め、心から悔い改め、聖霊を受けますように、聖霊を受けますように、聖霊を受けますように。そして今度はイエス様のために人々を救う働き人になりますように、働き人になりますように。自分が救われることによって、今度は自分が働き人になりますように、働き人になりますように。彼らを導いてください。日本を救ってください。世界を救ってください。苦悩から救ってください。サタンの呪いから救ってください。サタンの欺きから救ってください。平安と喜びが来ますように、平安と喜びが来ますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。小百合ちゃん、働き人になります。アーメン。係長さん、ありがとうございます。皆さん、働き人になりましょう。イエス様の働き人になりましょう。皆さん、素晴らしい人生が待っています。素晴らしい人生が待っています。皆さんは必要とされています。イエス様が皆さんを必要としています。必要としています。どうぞ皆さん、イエス様を信じて、イエス様を信じて、まず解放されましょう。喜びと平安、喜びと平安、喜びましょう。イエスキリストに会って喜びましょう。十字架を喜びましょう。救いを喜びましょう。天国を喜びましょう。それではまた夜7時にお会いしましょう。シャローム。良い一日を。シャローム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 。